そして次に紹介するのは沼津市の戸田地区で戸田塩を作っている NPO 戸田塩の会です。戸田塩とはミネラル豊富な駿河湾の海水を原料にし、代々受け継ぐ伝統製法により作られています。それでは早速渡辺さんにお話を伺います。いや、こちらすごくなんか迫力がある風景ですね。はい、はい、今何の作業を？今はひたすら巻きでもしもしてまして、あのお塩作ってるところです。海水を、はい、もう沸騰させて、はい、はい、そうです。こちらが巻きなんですね。巻きです。へー、あ、だから外にもね、たくさんありましたよね。はい、だいたいこちら何分間ぐらい？あ、これはね、昨日から炊いておりまして、昨日から、13時間から15時間ぐらい、はい、ひたすら蒸します。そしてこちらでは、はいはい、その誰でも塩作りの体験ができるんですよね。はい、できます。はい、ちょっと私もやってみていいですか？はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、じゃあ準備しますね。はい、はい、さあ、それでは体験よろしいですか？はい、はい、はい、じゃあまず、これを持っていただいて、はい、この深さがこれだけなんですよ。え、ね、深いと思ったでしょ？はい、でもこれだけなんですね。え、これも塩ですか全部？そうです。ここにこれがね、塩なんです。え、なので、はい、こちらからずっと向こうまで行ってもらうと、はい、たくさん塩が取れます。では荒木さん、やってみよう。わずっとこっちまで来ていただいて、はい、わあ、はい、重い、重い、取れました。そしたらね、はい、ちょっとこれを、はい、ちょっと斜めにこうしていただいて、うん、こういう感じで水をちょっと切っていただくんですよ。はい、よいしょ、こうでいいですか？はい、いいです。あ、なるほど、はい、で水分を落とします。はい、はい、これ大体皆さんで作業するときはどれぐらいですくい終わるんですか？1時間ぐらいかかりますかね。いや、面白い。今回は特別にへだしを使ったおにぎりを用意していただきました。うん、あ、すっごく塩加減がちょうどよくて、はい、本当に美味しいですね。あの、大げさだけどちょっと甘みが感じるっていうね、はい、感じだと思います。そのお米の良さも引き立ててくれてますね。そうですね、うん、うん、いや、最高。こちらの塩すくい体験は巨大な釜で煮詰めてできる純白の塩をすくい、ふわふわな生まれたての塩を感じることができます。子供から大人まで大人気の体験となっています。本当に家族で楽しめる体験だと思うので、ぜひ多くの方に来てもらいたいですね。はい、はいはい、ぜひ、はい、はい、お願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。